はい、どうもこんにちは。今回は久しぶりの食品レビューをしたいと思います。でちょっと今テレビでのど自慢おばあちゃんが聞いてるんですけど、なんか気にしないでください。今回紹介するのはこちら、デレン、ロッテサーシャの、なんだろう、石臼引き抹茶かな。なんか期間限定だから買いました、ね。はい、いつもの定番のほどけるとろけるとかなんか、はい、書いてありますけど、はい、もう残念、今歌ってた人失敗しました。はい、ちょっと縦だと入らないんで横にしますけど、すみません。はい、なんかピント合わねえじゃねえか。賞味期限2013年なんちゃらかんちゃら、はい、7月。ロッテサシャ、石臼引き抹茶かな、で合ってない。石臼で引いた京都府産、宇治抹茶を使用した、奥深い香りのチョコレートが期間限定で登場。独自の製法により3種類の細い線状のチョコレートで丁寧に編み上げました。サシャならではの繊細な見た目と口の中でホロホロとほどけて、溶けていく独特な食感を味わいながら上質ゆったりとした時間をお楽しみくださいということで、はい、書いてありますね。はい、じゃあ食べてみます。よいしょ、ね。ここにはいつものなんか書いてありますけど、ね、こちらですね。うまいなこの人、今歌ってる人。お、合格した。すいません、なんかのど自慢聞いてました。はい、これよいしょ、じゃあいただきます。うん、やっぱりサシャはいつ食べても美味しいですね。皆さんもぜひ食べてみてください。おすすめです。よいしょ、はい、今回はこちらのロッテサシャの抹茶味を紹介しました。以上です。